投げれないやつは、ね、足の使い方が下手そうなんじゃあさ、今マイクをお姉さんに渡してやってみて。やってみて。じゃあ取ってから来て、取ってから早く投げる感じで、じゃあ佐々木さんにこっちに投げる感じで。こっちに佐々木さんに向かって。やってみて。足パパって、そうだよ。いいよいいよいいよ、やってみて。おお、そうだよ。足早く動かすと上体はすれに乗ってるから安定感も出るし、冒頭も折らなくなるから、はい、手ばっかり気にすると早くも投げれないし、冒頭折っちゃうよ、うん、だ足だよ、 OK、 簡単でしょ、ほらどうですか、足から頑張ろう、じゃあ頑張って、じゃあ将来プロ野球選手になれるとしたらどこの球団に入るんだどこの球、どこでも入れるよって言ったらどこ入る、どこでもいいんだよ、12球団どこでも入れるよって言ったらどこがいい、埼玉入ってきそうなんでしょうかね、ライオンに。じゃあ、ありがとうね。